戸越銀座駅から見た戸越銀座商店街のアーチ戸越銀座は東京都品川区豊川町及び戸越平塚にまたがる戸越銀座通りに沿った商店街で3つの商店街からなっている。全長約1 3トルにわたる関東有数の長さの商店街である。なおメディアなどでは日本一長い商店街であると紹介されることもあるが実際は大阪。 天神橋筋商店街の約 2.6km が最長とされる。店舗数は約400店で、キャッチコピーは遊びにおいでよ、戸越銀座。戸越銀座所在地地図東京都品川区にある。この商店街は JR 山手線の五反田駅から南に約 1.3km の位置にあり、戸越銀座商営会商店街、戸越銀座商店街。 ともし銀座銀六商店街の三つの商店街からなる。一般に、ともし銀座とはこの三つの商店街の総称として使われ、商店数は約400件に上る。全国各地に300以上あると言われる銀座の第一号でもある。一番長いのが、ともし銀座商店街、ついで、ともし銀座商営会商店街、ともし銀座銀六商店街であり、 商店街ごとにアーチや街路等のデザインが異なる。マスコットキャラクターに戸越銀次郎がいる。1923年の関東大震災で大きな被害を受けた後、低地であったため冠水に悩み、道路は雨の度に泥霊になるありさまであった。同じように関東大震災で被災した銀座では、東京が国から援助を受けて大規模な復旧に乗り出した際に、 道路舗装に使用していたレンガを撤去してアスファルト化することとなりレンガが大量の瓦礫となったそこで戸越商店街では不要になった銀座のレンガをもらい受けて道路に敷き詰め排水や下水工事に活用した戸越が震災からいち早く復旧できたのは銀座からもらい受けたレンガによるところが大きかったためこの園から戸越で商店街を設立する際に 戸越銀座商店街と命名された。1928年に東急池上線が開通し、同商店街の玄関口となるともし銀座駅が開業した。2006年に東京都ヒートアイランド対策にてドライミスト装置設置事業補助金の対象に決定し、モイスチャーミストを導入。2009年3月に新、頑張る、商店街77線に選ばれた。 2006年度より、品川区と商店街連合会により、無電中華事業が進められ、2016年4月に完成した、東急池上線、戸越銀座駅、都営地下鉄浅草線、戸越駅からすぐ、ありがとうございます。